ジャン・フランソワ・ポルテールは、ベルギーの画家である、オリエンタリズムの画家の一人であり、ブリュッセル王立美術アカデミーなどで教えた。フラー・ブラバント州のフィルホールデで裕福な、醸造業者で、市長も務めた人物の息子に生まれた。1836年に、ブリュッセル王立美術アカデミーに入学し、フランソワ・ジョセフ・ナベスに学んだ。ナベスは、フランスの新古典主義の画家。 ジャック・ルイ・ダビットに学んだ人物である。同じ時期にアカデミーで学んでいた画家にはシャルル・ド・グルーやジョゼフ・スタラールトがいた。1841年頃パリに修行に出てエコールでボザールで学び、ルーブル博物館で巨匠の作品に学び、パリの展覧会で美術の新しい潮流から自らの絵画の着想を得ようとした。当時流行を始めた。 オリエンタリズム絵画がボルテールに影響を与えた。エコールデ・ボザールでは歴史画家のポール・ドラローシュに学んだ。一年ほどでベルギーに戻り1842年にフランスのローマ賞を真似て創設されたベルギーのローマ賞を受賞し留学奨学金を得た。イタリアのベネツヤ、フィレンツェ、ローマに滞在した後、引き続きもロッコ、アルジェリア、エジプト、レバノン、ユダヤ、スペイン。 ハンガリーとノルウェーを旅した。ハンガリーではマジャール人とロマーニ人の風貌を研究し、エジプトではエジプト総督といった有力な人物の肖像画を描いた。1847年にベルギーに戻り、ヘントの美術学校の校長に任じられ、3年間校長を務めた。1849年にかつての恩師、ナベスの娘と結婚し、ブルッセルに住んだ。 1851年にレオポルド勲章を受訓し、1855年にベルギー王立科学、文学、美術アカデミーの会員に選ばれた。妻が亡くなった後、ナベスと同居し、1858年にナベスのスタジオを引き継いで次世代のベルギー人画家たちの指導を行った。1863年にブリュッセル王立美術アカデミーのデッサン及び、 絵画コースで教え始めた。教会や宮殿の装飾画も描き、有力な人物の肖像画も描き、王族の美術指導や美術品収集の助言も行った。1870年から再びモロッコなどに旅した後、1874年にブリュッセルに戻った。1878年にブリュッセル王立美術アカデミーの校長に任じられた。 1881年に上位のレオポルド勲章を受訓した。ポルテールが教えた学生には、エミール・アウタース、テオファン・レーセルベル・ヘラがいる。ありがとうございます。